ここは埼玉県桶川市。美少女がいると聞いてやってまいりました。こんなところに美少女がいるのであろうか。うん？あ、では。こちらが噂の美少女ですか。近づいてみましょう。安山型のナイスバディです。コンクリを固めて作ったそうです。世に美少女ピニュは多けれど、石でできた、しかもこんな大きなものは珍しいのではないでしょうか。美少女なんです。看板に作った方の解説があり、こちらはアート作品とのことです。こういう溢れんばかりの創作意欲、素晴らしいですね。動画にも映っておりますが、この日は隣に大きなショッピングモールができました。対比がすごいです。美少女、負けてないっす。美少女以外の作品もあります。リアルなライオン、普通にすごいです。こちらはコミカルな感じです。リアルもデフォルメキャラもいけますよってことでしょうか。作品が増えたらちょっとした観光スポットになりそうですね。We'll be right back.